町の賢者。はい、あなたがですね、お前ちょっと見せていや構いませんけど、ね、いやこれは上だからね、安田さんの方が、あなたブルーシータワンカッパーダンボーロアが、町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。もう出してんじゃねえくせえな、なんか。いや出してませんよ。おい男見せてみるよ。いや構いませんけど、ね、コーナーですか、コーナー行ってくださいよ。いいじゃねえんだよ。そんなんだったのかなこいつ。もしかしてそんな感じだったのかな。ラジオネーム三平、スポーツ狩りの何ちょっと久々にちょっと捕まれた最初で、気をつけてよ安田さんも、はいはい、スポーツ狩りの化身花田勝氏が化身だよ。竜の化身じゃないんだから、ね、スポーツ狩りの化身花田勝氏が解決エミチャンネルに出演をし、母親の花田のり子さんとの関係が悪化していることを暴露していました。テレビに出て自分の息子をかばうのはいいんですけど、今まで助けてくれた人たちのことを全然顧みず、いろんなことで裏切ったりしてたので、僕はちょっと距離を置こうと思って、今はね距離を置いてます。お前めちゃめちゃ距離置くじゃん。弟と距離置いて、前の嫁と距離置いて、相撲と距離置いて、アメフトと距離置いて、ちゃんこ屋と距離置いて、しまいには母ちゃんとも距離置いたのかよ。距離詰めるのが相撲の基本だろ。しっかり腰落としてニヤニヤしながらな、すり足で弟に歩み寄れ。いや最初面白かったな、あげとこう。パン、ラジオネーム、ゴモラ。有吉さん、驚きの情報飛び込んできました。昆虫の七不死は、鳥に食べられても卵だけは鳥の糞と一緒に無傷で排出をされ、孵化することが神戸大学などの研究チームで明らかになりました。おい七不死、鳥を攻略したぐらいでいい気になるなよ。虫のキングを目指すんやったらな、このわしに食われてみんかい。歯周病菌だらけの口、重度の胸焼けでわしを苦しめる遺産の海とピロリ菌の大群、一般人の10倍の悪玉菌が待ち受ける蝶、それらを全て乗り越えた時、お前本物の虫キングや。ガッパガバナナルから差し込む光がお前のことを祝福するで。さあ七不死よ、今夜11時井の頭公園で待っとるで。バカだろ。病院行けよ、体壊すぞお前。今のまんまじゃ。ラジオネーム、パンチドランカー斉藤。高橋みなみが6月29日から7月1日にかけてファンクラブ旅行を行うと発表。その価格がなかなか強気だと話題に。この旅行は高橋みなみと行く林間学校と題されたもので、東京の新宿駅からバスに乗って富士五湖近くの旅館へ向かい、そこでバーベキュー、キャンプファイヤー、カレー作りといったアクティビティをするのだという。2泊3日ではあるが、1日目は14時30分にホテルに到着し、最終日は朝食を食べてすぐバスに乗り込んで解散。実質1日半程度の活動を楽しむツアー。1人当たりたったの106,380円、現地集合の場合は84,000円で、高橋の公式ファンクラブ会員限定の旅行だという。高いと思うやつは行くな。行かないやつはいちいち文句言うな。これはファンと高見菜だけのウィンウィンな関係なんだよ。そうだろ高見菜、そうだろファンたち、お前どうなってんだって。お前はどうなんだとか行くわけねえだろバカ。行かねえか。2万でも行かねえわ。10万あったら中古でゲンチャリ買うわ。まあね、まあああいう感じの、ちょっと本当は大して賢くはないんだろうけど、まあ立場上ね、うん、リーダー的なことを背負わされてきたから、うん、今でも結構そういうね、うん、優等生
ポジションというか、あ、ね、正論を言わなきゃいけないポジションじゃない、あの子って。はいはい、そうっすね。それがこういうことやっちゃうね。自分で自分の足元すくってるみたいなもんだからね。あ、これはもうやめた方がいい、そういう時はね。ラジオネームレインメーカー、株式会社テンガはヨーロッパ、北米、南米、アフリカ、アジア18カ国の18歳から3 74歳の 13,039 人にマスターベーション世界調査を実施しました。その中にはマスターベーションの際に思い浮かべる人ランキングというものがあり、個人の詳細は明らかではないのですが、男性からは壇蜜、女性からは福山雅治の名前が多く入っていたそうです。そして以下が調査結果から明らかになったランキングになります。女性に聞いたランキング、1位、俳優、まあ、これマスターベーションする時の思い浮かべるランキング、1位、俳優、2位、お笑い芸人、3位、スポーツ選手。男性に聞いたランキング、1位、 AV 女優、2位、架空の人物、3位、アニメキャラ、架空の人物ってどういうことだ。3位がアニメキャラっていうのはもういい、まあけど2位の架空の人物についてはちょっと謎だろう。理想の女性を想像してマスターベーションするのか。現実を見ろよ。布団から起き上がって部屋から出ろ。外はいいぞ。まず空気が美味しい。そしてパンチラやブラチラも見れるし、チャンスあればおっぱいプルンプルン揺らして走ってくださる方もいる。最高じゃないかよ。そして AV 女優の皆さん、いつもありがとう。今日も僕は青い空さんで抜かせていただきまして、これからもよろしくお願いします。本当に出てるので、月刊テンガってここコピーがありますけどね、はい、5月28日創刊号ですよ、うん、特集マスターベーション世界調査結果発表、うん、すごい、日本いっぱいマスターベーションのことが書いてあるの、テンガだから。日本人のマスターベーション初体験年齢は世界で最も若く 14.6 歳、日本が早いんだって。おへえ。マスターベーションをする理由、トップ5で男女差がある、はい、男性は緊張緩和、女性は安眠の目的。いろいろこの月刊テンガっていうのは、これちょっとゲスナー連中はぜひ一読だね。ああ、そうですね。で、してほしいですけどね。まあ今日は VR プレゼントもありますから。はい。ね。これはもうまさに。これまさにですね。これをつけて外に飛び出そうとは言えません。僕は。まあ、VR をつけて外に飛び出そうっていうのは犯罪ですから、ね。はい。ぜひこれだけは注意していただきたいと思いますけどね。はい、まあそんな感じでしょうか。一旦ブレイクしましょう。